宮園智恵、京都校ボーカル学科所属。宮園さんが音楽を始めたきっかけをお伺いしてもよろしいでしょうか。昔ミュージカルを見に行ったことがあって、その時舞台の上で歌ってる人間に見とれたのが始まり。榊大城、熊本校作詞作曲学科所属。榊さんが音楽を始めたきっかけをお伺いしてもよろしいでしょうか。高校3年の時に中継でカラーソニックのステージで歌う小宮山の姿を見て衝撃を受けたからです。宮園さんの心の中には常にカナエさんがいらっしゃるのですね。なんかその言い方だと俺があいつに囚われてるみたいで嫌なんだけど。そんな宮園さんのいいところを3つお答えください。あいつのいいところか、歌がうまい、頭がいい、行動力がある。あいつはさ、バカなように見えて実はいろいろ考えてるタイプなんだよ。勢いだけかと思いきや俺より慎重っていうか。こちらをご覧ください。これが榊さんの本日の体に合ったメニューです。うわすげえ、 AI さん何でもできるっすね。誰かを応援するって気力も体力も時間も使うんだよ。自分の人生を使ってくれてる相手には何か返さなきゃって思うのは当たり前。破壊？ちょ、待って。3、2、1。うはー、やっと終わった。お疲れ。じゃあね。